はい、皆さんこんにちは、カタリウムのカタリです。ドラゴンクエスト 11S 続きやっていきたいと思います。今バンデルフォン地方の、ネルセンの宿屋来てるということですね。で、確かこの辺におばちゃまがいてお話ができたはず。うちに泊まったってことはあんたも苦しむ選手と助けを求める声が聞こえるあの夢を見たってわけだね。あの戦士甲冑の紋章を見ると16年前に滅んだユグノア王国と何か関係があるんじゃないかね。バンデルフォン王国跡地の西にユグノア城跡に行ける近道があるよ。うん、じゃあそのバンデルフォン王国跡地ってとこ行ってみますかね。あのベロベロしたやつちょっと戦ってみたい。強いんじゃないかこいつ。お、なんかおまけがついてきたぞ。やっぱ強そうだな。これドラクエウォークで出てくるやつじゃないかな。というか11に出てきたやつがドラクエウォークに出てきたっつった方が正解なのかな。まあ、ちょっと馬に乗ってもいいんだけど走っていくか。しかし綺麗ですね景色が。ここからこっち行って、あ、キラキラがあるけどどこだ。この辺から地下に降りれるみたいなんだけど、これか。ネルセンの迷宮、ここが近道ってこと？中に足も踏み入れますか。行ってみましょう。おお、なんだよこの近道。とりあえずまっすぐ行けと。怖いからこの人にお願いしてこう。あ、回復するだけ。お祈りをしていきましょう。怖いんで。これかな。行ってみましょう。なんだろうこれ、ボス戦なのかな。あ、ただの近道っていうだけ。試練の里への道。おお、あれが試練の里？あそこを目指していけばいいってことなのかな。でも登れるとこがないからどっかぐるっと回るってことなんですかね。お前と戦う。空飛ぶスライムみたいなやつもなんかドラクエウォークに出てきてましたね。どっかに寝るとこがあるようなんだけど、お前と戦う。
このね、なんかドラクエウォークではこの青い空飛ぶスライムみたいなやつのメタルがいて、そいつが一番経験値持ってるんですよね。それはいいと知ってた。あ、これか。ここで寝れるってことなの。まあ、ただ寝れるだけっぽいですね。ただ寝れるだけだった。じゃあとりあえずこう来たから上の方行ってみますか。はてなマークになってんですよね。どういうことなんだろう。ここで経験を積めということだと思うんだけど、違うのかな。あ、なんか違うとこから出てきた。お前と戦うドラゴンっていうかワニのようですね。いやお、意外とマルティナも使えるぞ。まだ立ち上がれない。経験値は結構もらえますね。でキラキラとかそういうのはなさそうだ。じゃあお前とだ。グレイグ何している。ここであれかな、戦いながらどの味方が最後の決戦にいいか見定めていくのもいいかもしれないですね。やられちゃうぞ。あ、尻尾で。アスルダンスもな結構いいんだよね。あ、なんかみんな戦う気がないぞ。でオートだとこのゾーンがね、オートでもゾーンでなんか必殺技をじゃんじゃん使ってくれるといいんですけど。あ、ザオリック覚えた。ローさん、え、ここか。あの穴はなんだ。穴の下に行けるわけではなさそうですね。じゃあ戦ってこう。経験値は結構入るんでね。あ、なんかもう MP があんまないぞ。これでボス戦大丈夫なのか。 MP があまりないんですが、しょうがない、戦おう。よしよし。ラッコアーミーって言うんだ。おお、なんか滑ってる。これどっから出るの？そっちか。この辺からだな。おお、滑ってる滑ってる。あれ、下のところに緑の丸があるのはなんだろう。あれ、ちょっと緑の丸のとこ行ってみよう。あ、なんかちっこいのもいるぞ。緑の丸どこ？あ、これ？これどうやって行くの？大きな角を持った乗り物突進するか。ああ、いましたね、さっき。そんなどっか
かその辺に乗れるやつがいいのかな。その前にこいつだな。お前強そうだ。グランシーザサミダレ好き意外と火力あるな。ただ MP があっという間になくなっていく。あ、炎入ったぞ。こんなものかしら。マルティナさんちょっと MP 使いすぎだよな。こっちにも緑の丸。これなんだ。あれはここは何？あ、ワープしたワープっていうの。あーで、あいつに乗れということだね。これ乗れるやつ光ってるからそうだよね、きっと。マルティナさんもう MP ありません。もしじゃあ乗ろう。あ、かわいいかわいいですね。で、これだね。おお、通れた通れた。で、こっちはキラキラが取れるってだけかな。ここはで、次はどこ行ったらいいんでしょう。左下のハテナに行ってみますか。戦闘になっちゃうかな。まあ戦闘になってもいいや。スカイドラゴン今日、はい、マルティナさんの回復をしたいとこだけど、どうやってしたらいいだろうか。このゲーム MP 回復はきついですよね。どっかで休むかなんかしないと回復ができない。おお、お尻でアイテムで回復させるっていうのがね、ちょっときついんだよね。こんなものかしら。で、この下をくぐると、このままいけんのかな。乗ったままいけてほしいかな。あ、ダメだった。あ、で、上に来た。あー、さっきのところから上に行くと試練の里行けるっぽいな。まあとりあえずここへ来ちゃったから、あそこで回復していきましょう。とりあえず回復。マップの行き方が分かったんで、一旦左の真ん中のところへ行こうかな。ここかな。こう行って、一番左の下側に戻りたいと思います。戻った。で、くぐって
緑のワープポイントだったとこの辺りから上に上がれそうなんで、そこへ行こう。この辺から上に上がれそう。あー、さっきのあいつが必要なのね。ってことでもう一回ここでワープしてあいつに乗ってこなきゃダメだ。君は強いの？君も戦っていこう。マリティナ意外と強いな。ただ MP 消費が凄まじい。さあ行きましょう。ボス戦でこれきつくないかな。マリティナのスキルで MP っていうのをどんどん取っていけばいいのかな。あればですけどね。MP の絶対量が他の人に比べて半分ぐらいしかないから、それを増やしていくようにする。とりあえずここ降りてって、でさっきのワープポイントの方行ってみて、神の前にあいつと戦うしかないかな。やっぱり。そうだよな、マッティナさん MP 少ないもんね、やっぱな。おお。さあ見てちょうだいね。あ、狂った狂った、混乱しました。あら、もう終わり？シルビアレベルアップ、神も上がった。少々しできました。でこれでこっち側へ行けるんじゃないですか。インピキン言ってるけど、これでいけたいけたいけた。なんかあるわけじゃないかな。宝箱等はありませんね。じゃあ中入ってみますか。おお、またここ。あ、これでもしかして元に戻っちゃうの。ちょっとセーブしておこう。何、どこ行くんだろう。元に戻っちゃうっていうオチはあるのか。あ、違った、やっぱり試練の里っていうのがあるんだ。ここは英雄王ネルセン様が迷宮に挑む人のために作った試練の里だよ。ここに来るまですっごく疲れたでしょ。里で休んでいってねってなってるけど、本当はどっかに移動できるような仕組みがあったっぽいですけどね。機能してないって感じだ。君は？ヘイヨー、こんな場所に魔物がいて驚いたろう。俺たちはネルセンの兄貴に成敗されて生まれ変わったいい魔物。
りあえずぐるっと一周してみますか。これがいい魔物たちかな。あ、お母さんと呼んじゃいそうだった。あなたがネルセン様の待ち望んだ勇者。おお。他にはこれといってないから、やっぱり中に入るしかなさそうだな。なんか盾かなと思ったら違いましたね。セーブできんだ結構。じゃあ一応セーブだけしてから行きますかね。リレンノって言うんだから戦いが待ってるってことだよな。行ってみましょう。あれ全開した。なんだよくわからないな、どういうこと。これはカジの必殺技ヘパイトスの炎を覚えました。火事をしていると時々必殺チャージが発生し、必殺技を使えるようになります。使えるのは一度の火事に1回まで。使った後に叩くと、叩くか特技で地金を鍛えると会心の手応えになり大きくゲージが伸びます。成功ゾーンを越してしまう威力が出ても必ず成功ゾーンの中央でゲージが止まります。おお、いいね。必殺技を使った次の行動が地金の温度を上げるなど、地金を鍛えない行動であっても効果が終わってしまうので注意しましょう。今はやらない。打ち直しの宝珠ショップ。おお。あんたの顔ピンときたぞ。あ、これ嘘だな。脅迫犯になってる。迷宮の中にゴールドがなければ何もできません。お金は大切にしましょう。とりあえず預けていこう。え？とっておきの品物を保管してたの。これさ、勇者に対して金儲けをしようとしてるのどうかと思うんですよね。ダークスター。ブームラン、ここへ来て、どうなのかな、ブームランってね。セラフィムスティッキを持っている復活の杖。死んでいる仲間を蘇らせる。おお。だがたまに失敗。槍。あ、セーニャか。ムチ。爪。斧。三鏡の盾。MP 吸収を防ぐ。ミラーアーマー、超万能薬。この辺結構貴重なやつなのかな、いろいろ作るのに。邪神に、ニズゼルファーのまとう闇の衣、あの暗黒のバリアを剥がさない限りあなた方に勝ち目はないでしょう。言い伝えによると先代勇者老子は勇者の剣の力を借り闇の衣を剥ぎ取ったそうです。老子様より受け継がれし誠の勇者の剣、
バラル様も邪神に挑む際はその勇者の剣を使うのです。それが反撃の呪しとなりましょう、あ、上にも人がいるぞ。勇者バラルとその仲間たちを、あなたの困難を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。おじいちゃんは起きてるの？寝てる人とは違うみたい。だが喜ぶのはまだ早いぞ。ここはネルセンの迷宮の始まりに過ぎん。周囲の祭壇にある3つの聖なる苗木、勇者があれに手をかざせば迷宮のさらに奥へ行くことができるのじゃ。その先の試練を乗り越えた時、お前は真の強さを手に入れるじゃろう。とりあえず光ってないとこ行ってみるか。この聖なる苗木から行ける賢者の試練はまだ挑戦することができないの。同志の試練に挑むことができるよ。最も簡単な試練だけど、魔物は十分強いから油断しちゃダメだ。とりあえずちょっとだけ行ってみますか。時間が時間ではありますが、すぐ終わるのかな。やっぱ時間が時間だからやめとこうかな。なんかすぐに終わらないような気がしますし。ということで、苗木の試練は次回に持ち越しでやってみようかな。セーブポイントがやたら多いですね。ちょっと覗くだけ覗いてみるか。あ、こういう感じなの。下の緑色のところは多分ワープポイントだろうな。2層になってる。で、真ん中あたりの緑色のは何なんだろう。はい、よくわかんないけど、次回この中やってみたいと思います。迷宮なんだね、やっぱりね。迷宮って言ってましたもんね。まあ強くなるための試練なんで、頑張ってクリアしていきたいと思います。はい、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。